こうどうなの結婚生活というのは。結婚生活楽しいですよ。楽しい。はい。いや、あのやっぱスポーツ選手は結婚しなきゃ強くなれないよね。そうですかね。俺はそう思う。あれ現役中に結婚した婚してます。僕27で結婚してるんで、うん、奥さんがこの前あれですよね、はい、マサトさんと結婚したら何もしなくてすごく楽っていうふうにインタビューで答えてましたよね。僕はそういう聞いたらマサト君何でもできるの。まあまあ朝はだいたい今日も来る前6時頃起きて犬の散歩行って、うん、フルーツ剥いて冷蔵庫に入れといてゴミ出してきました。すごいね。いややっぱ大変だもんね。あの奥さんですか。僕今現役なんで。今しなくていいよ。今しなくていい。何歳で結婚したの？24ですかね。ああ、じゃあ24。はい。いややっぱ結婚しないとスポーツ選手って夜遊びするじゃないですか。パワー有り余ってるんで。うん、結婚したとしたらできないしないですよ。まあね。だからある程度ね。マサさん生まれ変わっても今の奥さんと結婚されます？そんなはいとかって言ったら照れるじゃない。ねえ、そりゃそうだ。いやまあまあでも間違ってなかったなと思うもんね。どうなのじゃあ。まあ僕も別に上から目線で言うのも申し訳ないんですけど、まあよくしてくれてるしという感じ。いや俺も選手の頃は俺の手のひらでうちの嫁がいると思ったら逆でした。逆だ。間違いなく手のひらで転がされてましたね。絶対そうだって。じゃあ一枚上手なんだね。女の人は大人だから。そうですかね、うん、なんかねやっぱ子供僕のこと大好きなんです上の子が、うん、だから何すんのも結構僕なんですよ、うん、お風呂も僕、うん、一緒に寝たいのも僕、うん、保育園一緒に行くのも僕、うん、っていう感じのところをちょっと試合前なんで、うん、ちょっとやってほしいと。やってほしいなって思う時があるんで。なるほど。そうか。あれ村山さんはお家はバランスすごくいい。結構そのマイペースな自分に全部合わせてくれてる感じが、うん、もう生まれ変わってもいいです。そうだね。あの長いからね。19歳からずっと一緒にいるから。あ、そんなですか。26年も一緒にいるから。19歳自分に将来が全くない時から一緒にいるから、やっぱそれは大したもんだなと思うのは、はい、僕もそうですよ。僕21、嫁19ですよ。そうでしょう、はい、だからそれだから立派だよね。だから正人君の将来がさあるかないか分かんないわけじゃない。確かに。だからも最初は6畳くらいのワンルームマンションから始まってますからね。ないね。そうそうそう。だからずっと一緒にいるから、うん、確かにそうですね、うん、でもそうでしょ。そうです。僕もそうです。全く、うん、だからそんなもんですよ。その人をね捨てるとねダメよね絶対。うちの嫁さんの名言、嫁すら幸せにできない男は誰も幸せにできないって。もうよ俺よく言われますね、幸せかな神さん。どうかな。まあいろんなねこう反省しますね我々ね。我々一緒にしないで一緒にしないでと思ってるよ。なんでなんでなんで。我々でしょ。もう我々にしてよ。ちょっと年離れてるけど。バブルな匂いがするもんね。なんで全然しないよ。遊びましたみたいな。いやいやいや、もう反省すべきことはないですからね。ないですね。幸せだろうなあいつは。ちなみにだよ、金銭的な管理はどうなってるの、うん、僕貯金いくらあるとか全く分かんないです。あ、奥さん。はい。奥さん基本的にはそうですけど、まあ全体像は把握してます。あ、なるほどね、はい、細かいことは全部任せてます。あ、全く分かんないですよ。分かんないの。いくら稼いでていくら貯金があるのかとか、うん、全部奥さんが仕切ってんだ。もうなんか僕は自分が使えるうん、お小遣い制。お小遣いじゃないですけど、うん、一応形上お小遣い制にしてて、うん、自分が持ってる秘密の通帳に、うん、この仕事分秘密じゃない、ダメじゃん言っちゃう。この仕事分は入れといてくださいって言って言うのが一個あるだけです。一応でも大まかなものは分かっていた方がいいんじゃないかな。大まかなところも大まかなところだけ分かっておいて、細かいところはもう全部めんどくさいから。あんまりそのいくら自分があるとかってなんか保身に走りそうじゃないですか。これぐらい稼いでるとか。でもそれ大事なことだよ、うん、モチベーションだから。そうなんですけど、なんかこれ一生分稼ぐと思ってるんです。僕一生分っていうか二生分は稼ぎたいと思ってるんで、うん、その後に何かするっていう保証もないんで、うんうんうん、だからそれだけの金額に到達してしまうと、うん、なんか自分のモチベーション下がりそうな気もして嫌なんですよ。いやいやいや、こんだけあったらみたいな。そこ行ったらまたこの上になるから。ねえ、知ったら知ったでもっとになるから大丈夫。ありますかね。絶対なるから。ちょっと帰ってさっさと確認してみます。確認した方がいいよね。絶対。丸山さんちはどうしてるんですか。うちはもうほとんどあんまり気にさせないようにしてるね。なんかやっぱ、まあ、把握はしてるだろうけど、ね、はい、なんかあんまりお金の心配させたいらかわいそうだなっていうふうに思うから、とにかく心配させないように。うちのかみさん現実的な人だから、私は働けないっていう。
あそうだそらそらそうだっつって、うん、もう家の中にいればいいんだっつって、かっこいいな。まだバブルの匂いがしてないからしてないからだからしてないから、じゃあ最初から奥さんが働いてるくれてる人だからよかったわけね。うちのはもうそういう能力がないって自分で言ってるくらいだから、もうバブルの匂いしないしちょっとなんかそこの下りになったらちょっと上がりすぎじゃないですか。なんでいいんだよ、焦ってませんから、焦ってないから本当にそういうのでも拾わんでいいわそんなでも、まあ、現役終わられてるじゃないですか、うん、現役の時の方がやっぱ稼いでましたよね。そりゃそうよ。でその感覚ってよく野球選手とかでよく聞くのが、うん、現役終えてからもその金銭感覚変わらずに、自分で言うのもなんだけどね、そこら辺僕頭いいと思うんですよ、うん、笑ってよ笑ってよ引いたでしょ、いっぱい 笑ってくんないとちょっとなんかきついじゃん、うん、俺が どこがオチなのかなと思って。いやこれからよオチは。いやいやいや、それはね合わせられんのよ。稼いでる時は稼いでるように使ったし、うん、稼がなきゃ稼がないような生活するし、うん、それが全然できる、うん、別に苦痛でもないってことですね。全然あれですよね、その男が金使うとこって言ったら、うん、よっぽど趣味とか、例えば車が好き、うん、だって俺の今の趣味って何か知ってる、筋トレだよ。お金かからんよだってなんかめちゃめちゃごつくなってますもんね。めっちゃごつくなってるもんだって、おかしいよ。なんかしない、そうっすか、現役時代よりごついっすもん。全然今の方が、今ベンチプレス130キロ上がるからね。次何目指すんですか。そう、次ちょっとそれ聞きたかった。次かっこいい体、うん、男は最終的には体力なんですよ。なるほどね、体力、うん、あとはほら学校で走るんでしょ、子供の。ああはい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 、そこで一番になろうかなって